はい、こんにちは。こんにちは、太郎です。今日ははい、ここ見えるかな。ボコボコですか。シーズン始めなんだけど、はい、コブやっぱね、コブ苦手な人がね、多すぎる。多すぎる、うん、苦手なんだけど、みんな滑りたい人たちがしかいない。ほとんど攻略しちゃいみたい。そうですね、もっと上手くなりたいっていう人がたくさんいるんで、たくさんいます。ちょっとだけ僕のコツ、はい、教えていこうかなと思います。イエーイそれではレッツゴー。レッツゴー。今までね、エリタローチャンネルで、はい、コブのいろいろハウトゥーをね、うん、やってきたんですけど、今日はちょっと今までやったことないやつ。何だろう。なんか今までね、通り道とかね、うん、大きいコブの滑り方とかってやってきたんだけど、うんうん、そもそもコブを滑る方法、うんうん、コブの滑り方、そもそものコブの滑り方、はいはい、一番なんか初歩的なところ、うん、これをねちょっと今日解説していこうかなと、はい、思いますね。太郎流。太郎流ね、うん、もうね、それはね、はい、もう1個しかないんですよ。1個しかないの。1個しかないの、うん、これこれどれ、これ足見て、これ、うん、ブーツ見て、うん、板見て、うん、はい、うん、重なってるって、うん、重なってていい、いいの、いいよ。うん、今日のテーマは密脚。密脚です。はい、コブはね、密脚ですよね。そう、密脚できてない人は基本コブ滑れません。うん、足開いちゃうとはみ出てる人多いかも。うん、僕もね、うん、まだまだなんですけどね、うん、コブ失敗するときってね、うん、足開くんですよ、こうやって。ああ、はい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 、うん、まずもう密脚が頑張りましょう、皆さん頑張るんだね。密脚を頑張れば大体のコブは滑れるようになる、うんうん、じゃあその密脚の方法ね、はい、ちょっとやっていきましょうかね。よし、教えてください。はい、はい、じゃあ密脚の仕方ね、ちょっと解説していきます。はい、はい、仕方があるんですか。そう、あのね、うん、ただもう足を閉じればいいっていうもんじゃないんですよ。みんなそうだと思ってますよ。え、みんな足閉じればいいって思ってる。いや、足は閉じればいいんだけど、うん、ただ閉じればいいだけじゃない。なんかポイントがあるんですね、うんうん、まずブーツ、はい、ブーツ、そう、板を重ねるとかじゃなくて、うん、ブーツとブーツをくっつける、うん、ピタッて、ほうほうほう、板もね、うん、無視していい、はい、一旦、はい、ブーツとブーツをくっつける、はい、その次に膝と膝をくっつける、はい、その次にこのももをこの筋肉を、うん、なんだろうな、ちょっと内側に巻くイメージ、うん、おー、内転させるんですね。そう、はい、そうすると内転させるとちょっと、うん、これ X 脚っぽくなる、うんうんうん、そこをもう一回ブーツをくっつけてあげる、うんうん、これで1本の、うん、2本の足が1本になる感覚があるはずです、うんうんうん、これがもう僕の基本の形、意識してるんだね、うんうん、これで、はい、滑ってみましょう。はい、はい、行ってみましょう。はい、じゃあ行きます。密脚ですね。しっかりスタート前にさっきやったブーツ、膝、もも、これを、意識してギュッと一本の足にするイメージでいきます。もうこれ崩さない。はい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 、今の感じで、うん、もう今隙間見えなかったでしょ。見えなかった。こう開かなかったでしょ、うん、もう要はね、足と足の間から向こう側が見えたらアウト。はいドキ、はい、見栄えも良くないし、もうそもそもやっぱりこうな、足が開くってことは大体内動してるっていうのが多い、うん、うん、コブの中でね、うん、っていうのが多いんで、はい、しっかり密脚をする。密脚をすればね、内動しにくいんですよ、あと、うん、
じゃあね、ちょっと悪い例やってみましょうか。はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ次悪い例やってみます。足をね、開く。これもしかしたら最後まで滑りきれないかもしれないんで、よく見ててください。どこで足が開くかっていうのもちょっと見ててくださいね。いきますね。今ちょっとわざと足をワイド目っていうか、うん、もう開けた状態で滑ってみたんですけど、はい、いわゆるもうあの状態で滑るとコブの中でどっちかのスキー板が邪魔になっちゃうんですよね、うん、で次のターンにうまく入っていけないっていうのがあります、うん、じゃあちょっともう一回コブの中で解説していきましょう。はい、密脚ね。はい、密脚を、まあずっと密脚をしなきゃいけないんだけども、どこで一番密脚を意識するか、うんうんうん、やっぱね、ドンって来るところ、ドンから切り替えの瞬間、うんうん、そのドンって来たっていうのはコブの深いところに入った時ですよね、はい、そっからそのコブの山を越える瞬間のところ、うん、ここで足が開く人が結構多いですよね、うん、切り替えでね、うん、なんでそこをめちゃくちゃ意識する。意識超大事だからもう意識の問題なんだね、密脚って。そうだから、もうスキーは意識の問題です。まあね、はい、無意識化できるまで練習しなきゃいけないけどね、うん、意識高い系の方が上手くなるんです。まあね、うん、じゃあちょっとここって言いながら滑るんではい、うん、ここで意識、ここで意識っていうのを滑るんで、はい、ちょっと行ってみましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ行きますね。最初にスタートする前にブーツ、膝、もも、ここは必ず意識していきましょう。はい、じゃあ行きます。ここ、はい、わかりましたか、うん、エイトさん。ここって言ってた。そうここは、うん、ボトムからそう切り替える時ですね。そう、ボトムから切り替え、はい、切り替えの時次登りますよね、うん、登るところ、ここで結構足が開く人が多いとは、なんでかっていうと、うん、そこで結構ちょっと後傾になっちゃう、はあはあ、お尻が落ちちゃう人が多い、うん、だからこういう見たことある、こういうシルエットがいます、ね、うん、よく出るのかな。そこで密脚すると、密脚をするとね、後傾しても、これ後傾ね、うん、後傾しても、なんだろう、ブーツで支えてくれるんですよね。ほう、開いてると、うん、ちょっとここの足の筋肉使わなきゃいけない。あ、なるほどね。一本の方が支えられる、一本の方が支えてくれる。へ、もう一回行ってみましょう。はいはい、もう一回密脚いきますね。ボトムから切り返しのところをしっかり意識してください。いきます。ここだいたい分かりましたかねちょっとね、タイミングは、うん、スピードがやっぱ速いんで、コブの時って、うん、でコブ滑る時はあといつもよりも5倍ぐらい早く動く、うん、早く動く動く、まあ、体を動かすっていうね、うん、やっぱ意識も必要ですね、うん、じゃあちょっとね、このさっきの密脚の練習ね、はい、整地でやってみましょう。はい、それでは整地でやる密脚の練習ですね。はいはい、行ってみましょう。まあここちょっと今かなり緩い緩斜面なんですけど、はい、ここでこの密脚、ブーツ、膝、もも、はい、をギュッと一本にした状態で、はい、これで小回りをします。じゃあちょっと行きますね。はいはい、
はい、このように、うん、まあ、正地でね密脚の小回りの練習をしましょう。で板はガチャガチャ鳴ります。もう別に気にしない、気にしないね。板を気にするんじゃなくてブーツをくっつける、膝をくっつける、はい、ももをくっつけるっていうのを意識してください、はい、ちょっとね正地でやる練習でも悪い例、はいはい、いきますね、はいはい、じゃあ悪い例いきますね、はい、コブの中でもやったんですけど、うん、悪い例は切り返しの時に、うん、特に開いてしまう、うん、それまでは頑張って密脚をするんだけど切り返しの時にちょっと開いちゃう、うんうん、とこうターンがしにくいんですよね、うん、ターン前半内にちょっと乗っちゃうって感じ、はい、ちょっと一回やってみましょう、はい、こんな感じ、はい、これの一もうダメなところはもう体も回ってってしまってる、うん、腰もローテーションしちゃうんで、うん、ターン前半がちょっと内藤気味に入っちゃう、うん、だから若干ちょっとこうシェーレン気味で入っちゃうんですね、はいはい、っていうのが、ダメな例です、はい、しっかりと正地の時にでに腰の向き、体の向きっていうのをまっすぐの状態、はい、で密脚をやると、はい、かなりコブの中でも効果が出てくると思います、はいはい、っていう感じで、はい、密脚って大事なんですよ、うん、コブを滑るには密脚、はい、そしてもうシーズンが始まった瞬間から、うん、コブを練習しないとコブは上手くなりません。確かにコブあるんなら入ったらいいよね、うん、そう、うん、もうあと今年雪が多いんで、はい、結構いろんなスキー場多分コブできてると思うんですよ、ね、うん、なんでもうコブ見つけたら果敢に入る、ね、滑ったもん勝ちだ、滑ったもん勝ち、うん、そう僕もね5年ぐらい前までねコブってね滑れなかったんで、うん、知ってる人は知っている、そうですね、うん、密脚、密脚、うん、これはもうめちゃくちゃ大事、うん、なんで皆さんぜひお試しください。はい、はい、それでは See you See you。Ha ha 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 ha!